江戸時代の人口推移は前期と後期で大きな違いがありました。江戸時代前期は人口が急増する人口爆発の時代で、大規模な新田開発が進められただけではなく、世帯構造にも大きな変化がありました。一方、江戸時代後期は人口がほとんど増えない時代でした。総人口の推移を見ると大きな変動がないため、人口が停滞しているように見えますよね。しかし地域別に見てみると、人口が増加している地域もあれば減少している地域もあり、多様な変化がありました。今回は人口という視点から江戸時代の社会にはどのような特徴があったのか解説します。動画の後半では都市と農村の人口増加率について意外な事実も明らかになります。ぜひ最後までご覧ください。江戸時代の人口推移の特徴。江戸時代に初めて人口調査が行われたのは享保6年1721年のことです。八代将軍吉宗が全国の大名や代官に対して国別男女別に人口調査するように指示を出します。最初の調査が行われた後、5年後の享保11年1726年にも再び調査が実施され、これ以後6年に一度全国人口調査を行うことが制度化されました。幕府による調査は寝年と馬年に行われたため、死後改めと呼ばれるようになります。こちらが幕府の調査に基づく人口推移のグラフです。享保6年から弘化3年1721年から1846年の間に22回行われ、現在そのうち19回が明らかになっています。最初に行われた1721年の人口は約2607万人、そして最後に行われた1846年の人口は約2691万人です。この期間の人口増加率は約 3% で、1721年を基準とした変動幅は 5% 以内でした。全国人口調査の対象になったのは百姓や町人などの庶民です。調査対象にならなかった武士、公家、僧侶などを除外人口と言いますが、除外人口は約450万人から500万人と推定されています。全国人口調査の数字に除外人口を加えると、総人口は3000万人から3200万人という計算になります。ちなみに身分ごとの人口比は、支配階級だった武士、城下町で暮らす町人がそれぞれ 5% から 10% ほどで、 80% 以上が農村で暮らす百姓です。百姓の多くは田畑を耕す農民ですが、漁民、漁師、村に住む商工業者なども百姓に含まれます。では江戸時代初期の総人口はどのくらいだったのでしょうか。正確な数字がわかる資料はありませんが、調査が進んでいる地域の人口と石高の比率で計算すると、1600年頃の総人口は1200万人から1500万人だったと推計されています。1721年の総人口が約3100万人なので、120年の間に人口はほぼ倍増していることになります。こちらは江戸時代における総人口の推移を示したグラフです。総人口から見た江戸時代は2つの期間にはっきり分かれています。江戸時代前期が人口が急増している人口爆発の時代、江戸時代後期が人口がほとんど増加していない人口停滞の時代です。江戸時代前期の人口爆発。17世紀、西暦1601年から1700年の間に人口が爆発的に増加したのはなぜでしょうか。まず一つ目は、活発な新田開発により米の収穫量が増加したためです。徳川幕府の成立によって平和で安定した社会になると、幕府や諸藩は財政的基盤となった米の生産量を増やすため、全国各地で新田開発を進めました。江戸時代前期の新田開発は幕藩領主、町人、有力農民などによって行われましたが、主流だったのが大規模な工事による開発でした。大河川を付け替えて氾濫源を高地化したり、海岸の干潟を開拓して水田化するなど、人足や資本を投入した新田開発が活発に行われています。その結果、1600年には約220万町部、220万ヘクタールだった耕地面積が、1721年には約296万町部、296万ヘクタールまで増えました。
また耕地面積の増加とともに農業技術も発達し、さまざまな農具が考案されます。例えば田起こしや開墾で用いられた新耕用の備中具は、用水路の水を汲み上げ田に引き込むときに用いられる踏み車、鉄製の刃の間に稲わらを挟んでしごき、稲の穂先からもみを外す千箱機、米など穀物の粒の選別に用いられる稻米や千石同士などです。その他にも干し花やしめかすといった有料の肥料、金肥なども使用されるようになり、農業生産性が大幅に向上します。耕地面積の増加と農業技術の発展によって、米の収穫量が大幅に増え、幕藩領主から百姓まで経済的な余裕ができたことが人口が増加した理由の一つです。二つ目は世帯の規模と構造に大きな変化があったことです。江戸時代の初期には有力な農民のもとに、その兄弟や叔父、叔母といった傍系親族、名護や下人などの隷属者などが一緒に住む大規模な世帯が数多くありました。しかし新田開発が進んで新たな耕作地や村が増えると、傍系親族、名護、下人などが徐々に独立して、直系家族を中心とした新たな世帯を形成していきます。直系家族とは、戸主、世帯主とその妻、戸主夫婦の子供、戸主の親という男系の血縁を基軸にした親子三世代同居の家族形態のことです。一つの世帯に20人住んでいるような大規模な世帯が少なくなり、1世帯4人から6人ほどの直系家族世帯が主流になっていきます。大規模な世帯では結婚をしない人も数多くいましたが、小農民や隷属者の自立によって直系家族の世帯が主流になり、結婚率が大幅に向上します。開墾社会に近づいていった結果、全国的に出生率が上昇し、人口爆発につながりました。江戸時代後期の人口停滞。人口が急増した前期に対して、江戸時代の後期は人口変動が少ない時代でした。1721年を基準にすると、1792年までは下降、それ以降は上昇という緩やかなトレンドがありますが、変動幅は 5% 以内に収まります。では江戸時代の後期から人口が停滞した理由は何だったのでしょうか。まず一つ目は、耕地面積の拡大が頭打ちになったことです。前述した通り、積極的な新田開発によって、1600年に220万町部だった耕地面積は、1721年には296万町部まで約 35% ほど増えています。一方、1843年の耕地面積は306万町部で、1721年を基準とすると約 3.4% の増加にとどまっています。このことから、1721年の段階で新田開発を進められる土地が少なくなっていたことがうかがえます。2つ目は、新田開発によって山野が減少したことで、入り合地をめぐる紛争が頻発するようになったことです。入り合地とは、村が所有している山林や原野のことで、村人たちが一定のルールに従って資源を採取していた共有地です。例えば肥料として使う草や枯れ葉、煮炊きするための焚き木や炭、家屋の建築資材、木の実や山菜などの食料、キューバの飼料となるマグサなどの資源を利用していました。村の領域には家や耕地とともに山野があることが一般的で、百姓の暮らしに欠かせない空間でした。しかし元禄年間、1688年から1704年頃から、耕地面積の拡大と人口増加によって山野が減少し、入り合地の利用をめぐって村や農民の間で紛争が続出するようになります。大規模な開発が進んだことで、主要な燃料として使われた新炭や資源不足を招いたことも、人口が停滞せざるを得なかった理由の一つです。三つ目は、大きな飢饉、災害、疫病などが定期的に発生したためです。全国人口調査のグラフを改めて見てみると、人口が大きく減少している期間が3つあります。最初が享保の飢饉、次が天明の飢饉、最後が天保の飢饉です。享保の飢饉は、享保17年から18年、1732年から1734年にかけて起きた大飢饉で、中国大陸から風に乗って飛んできた雲火、稲の害虫が原因でした。大量の雲火が九州に上陸し、そこで再び大発生して西日本を中心に広がっていき、
稲の被害による凶作が引き起こされます。被害規模は西日本27藩で米の損耗率が 83% に達し、餓死者1万2000人を出しました。天明の飢饉は天明3年から7年、1783年から1787年にかけて起きた大飢饉で、江戸時代に最大の犠牲者を出しました。この飢饉の原因は複数年にわたる冷夏です。夏になっても気温が上がらない上に、北東から冷たく湿った風山瀬が吹き込み、開花期にあった稲を壊滅状態にします。さらに冷害による凶作の気配が広がる中、天明3年1783年には浅間山が噴火します。大規模な火砕流、降灰、火山泥流などにより北関東を中心に甚大な被害が広がります。天明の飢饉による被害が大きかったのは東北や北関東で、東北地方だけでも約30万人以上の死者が出たといいます。寛政4年1792年から人口が増加傾向にあった中、天保4年から天保9年1833年から1839年にかけて発生したのが天保の飢饉です。はっきりした原因は分かりませんが、全国的に疫病が広がり、農業労働力が不足した結果飢饉を招いたという見方が有力です。さらに冷夏による夏の気温低下も記録されており、疫病と天候不順による凶作が重なって起きた災害と言われています。このような飢饉や災害が起きると、死亡率が上昇すると同時に結婚率や出生率も低下して大幅な人口減少を招きます。その他には土地の分割や生活水準の低下を防ぐために間引きなどによる三次制限が広く行われていたことも人口が停滞した原因でした。地域別の人口変動。江戸時代の後期は全国の人口推移が停滞していたと言われますが、地域別に見ると多彩な変化がありました。こちらは1721年から1846年における人口変化率を国別に示した地図です。ピンクが 0-10%、 赤が 10% 以上人口が増加した地域です。そして水色が 0-10%、 青が 10% 以上人口が減少した地域になります。北陸、東海、山陽、山陰、四国、九州では人口が 10% 以上増加した国を数多く確認できます。一方、東北、関東、畿内では人口が 10% 以上減少した国が多い傾向があります。特に人口が増えたのが西南地域や中国地方で、人口の増加は西高東低型の特徴があったことがわかります。また同じ地域であっても人口変化率が大きく異なっている場合もあります。例えば東北地方の人口変化率を見ると、陸奥はマイナス 18% ですが、出羽はプラス 4% です。小氷期と呼ばれる寒冷な時期だった当時、夏にオホーツク海から吹く冷たい風山瀬は太平洋側の陸奥に冷害をもたらしました。しかし日本海側の出羽は中央に横たわる奥羽山脈によって山瀬の影響を受けなかったため、太平洋側に比べて気温も高い傾向にありました。同じ地域であっても自然条件の違いによって人口増加率に大きな差があったことも特徴の一つです。次は時期別の人口変動をチェックしてみましょう。こちらは1721年から1846年における人口増加率を14の地域ごとにまとめた表です。それぞれ全期間、災害年、平常年に分けて人口増加率を示しています。災害年の具体的な期間は享保の飢饉を含む1721年から1750年、宝暦の飢饉と天明の飢饉を含む1756年から1792年、天保の飢饉を含む1840年から1846年で、それ以外が平常年です。その他には農作物の生産量に関係する温量指数と都市人口比率も掲載しています。まず平常年を見てみると、全国の人口増加率はプラス 13.3% でした。地域ごとに見てみると、北関東以外のほとんどの地域で人口増加率がプラスになっています。特に日本海側と西南地域では人口が 20% 以上増加している地域が多く見られます。一方、
災害年は全国の人口増加率がマイナス 10.3% です。東北、関東、畿内で減少率が大きく、東海や西南地域では減少率が小さいことがわかります。災害年の人口減少の程度は温量指数と密接な関係があります。温量指数とは、植物の成長にとって有効な摂氏5度以上の気温の積算値として計算されたものです。この数値が大きい地域ほど農業生産力が大きくて安定的であることを示しています。こちらは災害年の人口変化率と温量指数の関係を示す散布図ですが、それぞれのデータを描画すると強い相関関係があることがわかります。つまり江戸時代後期の人口減少は気温の低い地域でより大きかったといえます。都市と農村の人口動態。江戸時代後期の地域人口の変動についてもう一つ大きな特徴があります。それは江戸時代の中心地域とその周辺で人口が減少していることです。例えば江戸を含む南関東は全期間で 5.2%、 京都、大阪を含む畿内では 11.2% 人口が減少しています。大都市を抱える南関東や畿内は他の地域に比べて都市人口比率が高く、平常年における人口増加率が全国平均を大きく下回っていることが特徴です。では大都市を含む地域やその周辺で人口が減少した理由は何でしょうか。都市部は農村に比べて死亡率が高く、その反対に出生率が低かったからです。こちらのデータは美濃の西条村と奈良の東向北町における死亡年齢分布を比較したものです。何歳で死亡したものが多いのか、5歳刻みで示したグラフで、縦軸が年齢、横軸は構成比率を表しています。そして緑色の棒グラフが農村の西条村で、茶色の棒グラフが都市的な東向北町になります。狭い地域のデータですが、まず目につくのは0歳から5歳までの乳幼児の死亡者が多いことです。男女ともに全体の 20% 以上が5歳まで、そして約 30% が10歳までに亡くなっています。乳幼児の死亡率の高さは農村の西条村も都会の東向北町も共通しています。次に西条村の死亡年齢を見ると、多くの乳幼児が亡くなっていますが、10歳を過ぎると死亡者が大幅に減り、60歳から70歳くらいまで生き延びる人が多くいます。死亡率の高い年齢を過ぎると案外多くの人が長生きしていることがわかります。一方東向北町は、西条村では亡くなることが少ない20代から50代でも亡くなる方が多くいます。つまり東向北町の住人はいつ死ぬかわからないような状況だったことがわかります。このような傾向は他の都市でも共通していて、江戸時代は農村より都市部の住人の方が短命だったことが分かっています。庶民が住むエリアの人口密度が高く、衛生環境も良くなかった都市では、火事などの災害や疫病の流行で命を落とすリスクが高かったためです。さらに都市部の出生率は農村に比べて低い傾向がありました。理由としては、出稼ぎや奉公人として都市で働く若者の多くが未婚だったこと、結婚するにしても結婚年齢が高くなる傾向があり、有配偶率が低かったことが挙げられます。また結婚している夫婦でも所得が低くて経済基盤が不安定なため、出産を控えるケースもあったといいます。江戸時代後期の都市では死亡率が出生率を上回る傾向があり、周辺の農村から人の流入がなければ人口を維持できませんでした。食料や物資が豊富に揃っていた大都市では絶えず人が流入していて人口が増え続けていた。一方農村は重い年貢を取り立てられる苦しい生活だったため、人口がなかなか増えなかった。このようなイメージをお持ちの方がいるかもしれませんが、実際は大都市のない地域、あるいは大都市から離れた地域の方が人口は着実に増えていたのが実態です。今回の動画は以上です。今後も江戸時代の暮らしや文化について発信していきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。